皆さんこんにちは、かなみんこと辻のかなみです。アニハセヨーチョノンかなみんイムニダということで、今週も始まりました。先日大分の方にライブをしに行かせていただいたんです。その時に購入したお土産をご紹介したいと思います。大分土産です。はい、もうね、思った以上にいろいろ買ってきたので、皆さんぜひ見ていってください。それでは、どうぞ。はい、大分でいろんなものを、あ、今ちょっと見えちゃったんですけど、買ってきました。木島高原で、同じ事務所の先輩のシャチちゃんとライブをさせていただきました。もうね、すごい、もうめっちゃ盛り上がって、楽しいライブでした。一泊二日だったんですよ、前日から行って、今回めっちゃ大部屋に泊まらせてもらって、普通に暮らせそうなくらい大きい部屋で、なんか部屋1、2、3 3個ぐらいあったりとか、キッチンもあったりとか、お風呂もね2つついてたり、本当に大きいお部屋でした。で、6人で泊まったんですよ。初めて6人で同じ部屋に泊まったので、ちょっとワクワクしましたね。そんなこともあり、ライブも楽しみ、帰りにちょっとね時間があったんですよ、飛行機まで。で、いろいろお土産コーナー見てたら、え、これ美味しそう、あ、これも美味しそうで、なんかメンバーがさ買おうとしてるやつとか見たら、あ、あれも美味しそうみたいな感じで、結果的にたくさん買ってきました。じゃあまずは、あ、これはね、大分でお土産でもらったんですけど、この鶏天せんべい、こちら鶏天せんべいもらったんですよ。にんにく醤油味、普通の味かな。すごい食欲をそそる味付けで、鶏天がね有名みたいで、大分は小腹空いた時とか食べたくなるおせんべいですね。次からが私が買ってきたものです。じゃあまずはこちら、じゃじゃん。大分ってカボスが有名じゃないですか。なのでこちらカボスジオを買ってきました。大分県産のカボスを使用し、スパイスソルトを混ぜ合わせました。お肉料理、お魚料理、野菜料理に美味しい一振り。なんかカボスの商品は何か買いたいなと思ったのと、あとこういう万能調味料大好きなんですよ。ソルト系のスパイス塩が大好きなので、集めたいなって思ったら、すごい美味しそうなのを見つけたので買ってみました。まだ使ってないんですけど、なんかさ、お肉とかでちょっと脂っぽかったりして重くなってしまうこととかあると思うんですけど、カボスが入ってるからさ、これをかけたらさっぱり食べれるんじゃないかなと思って、ちょっと期待してます。続いてカボス関連、こちらカボスゼリーっていうのをね買いました。飲料水って書いてる。これ帰り飛行機で飲もうかなと思って買ったんですけど、結果飲まずに持って帰ってきて、絶対美味しいじゃん、カボスの。あー、楽しみ。私オレンジも大好きで、オレンジとカボスがあったんですけど、いや大分だからな、めったに売ってるの見ないので、カボスにしてみました。これも楽しみです。続いてはこちら、じゃじゃーん。こちら辛麺です。湯布院の辛さの極みと独特のとろみと書いています。この麺の感じがさ、なんか新鮮で、どんな感じなんだろうと思って気になって買ってみました。この後ろに説明で、超激辛なのに旨辛い特製スープは後引くうまさって書いてるから、旨味の強い系の辛麺なんじゃないかなと思います。私旨味が強い辛いラーメンが大好きなんですよ。だからもうね、これが一番楽しみなの、食べるの。2人前入ってるので楽しみたいと思います。溶き卵を入れると美味しいらしいです。続いてはお母さんに頼まれて買ってきたものなんですけど、こちらごまだし、だしになってるんですよ。ごまだしと、あともう一個2種類買ってきました。こちら
液体。ごまだし、両方ごまだしっていう名前なんですけど、こっちはごまだし味とこっちがごまだしタイっていう味を買ってきました。なんか、ね、4種類ぐらいあったんですけど、お母さんにこの2種類を頼まれたので買ってきてみました。なんかお茶漬けを食べる時とかにこれをちょっと入れてお湯をかけて食べるのも美味しいらしいし、とかスードンとかの味漬けもこういうのにすると出汁がすごい出て美味しいらしいです。ここにね原材料が書いてるんですけど、アジの方だとアジ、醤油、ごま、みりん、砂糖で作られているものみたいです。でいいよね、こだわればこだわるほどで、他の何か料理にした時に旨味が増すので使うの楽しみです。はい、そしてね全然関係ないんだけどね、このね大葉胡椒っていうのがね気になって買いました。なんかいろんな胡椒が売ってて、柚子胡椒とか、なんか大葉胡椒って聞いたことなかったので、あんまりなので大葉大好きなんですよ。お刺身とか大葉で巻いて食べるの好きだったりとか、明太子パスタの上に大葉乗せたりするのとかも大好きなんで、大葉胡椒ちょっと気になって買ってきました。あ、大分発って書いてある、ちゃんと大分でした。あとなんかね柚子有名なのかな、ちょっとわかんないんですけど、こちらも買ってみました。これも製造者大分県って書いてるので、大分で作られた柚子のお菓子買いました。砂糖がついてて美味しいです。あと最後にね、空港でさピッてして改札入った後に、飛行機乗る前にちょっと小さいちょっとした売店があるじゃないですか、そこでもねお買い物をしたんですよ今回。そうだ、これとかも売店で買ったんですけど、じゃじゃーん、もうね一目惚れして、これはね私買ったんです、丸ボーロ、こんな大きい丸ボーロなの。これ美味しそうじゃないってピオに言ったら、え美味しそうって言って、えどうしよう買おうかなって迷ってたら、買おうかなって言ってたから、じゃんって言って一緒に買おうとしたら、あきちゃんも買うって言って、あきちゃんも買い、でひとかも買うって言って買っていました。そう、こういう大きいさボルボーロってさ、ちょっと憧れがありますよね。私だけちっちゃいと一瞬でシュンってなくなるけど、なんかこの丸ボールはザクザクザクってね、もう早く食べたすぎて飛行機で食べちゃいました。これいくよ、美味しい。でね、とあるスタッフさんにこの丸ボール買っちゃいましたって言ったら、それ買いたいなって思ったけど、レジに持っていくの大人だから恥ずかしくてやめちゃったみたいな話をしてて、みんなこの丸ボーロに惹かれるんだなと思いました。いや、何歳になっても丸ボーロは美味しい。そしてね、もう2つか買ったものがあるんですけど、私九州の博多に母の実家があり行くんですよ。でその時にね、うまかっちゃんをよく買うの。初めて見たうまかっちゃんの味を見つけ、えここにしか売ってないうまかっちゃんの味あるんだと思い買ったんですよ。こちら香ばしいニンニク風味、初めて見たんですね。今まで高菜風味味みたいなのとかは見たことあり買ったことあったんですよ。プレーンかその2つだったかな、私が今まで買ったことがあるのは。なんですけど、この味初めて見て即決めたんですよ。で皆さんも気づいてますか、見てください。これ大分のじゃなかったんですよ。熊本って書いてて、もう家に帰ってアンさんにうまかっちゃんのね新しい味があったんだ、熊本限定なんだってって言った瞬間、あれ熊本あってそこで自分で気づいて、バカだなと思いました。でも食べたかったから多分どっちにしろ買ってたと思うんですけど、
勘違いして買ってきてみました。美味しそう、楽しみに食べるの。あとやっぱまかっちゃん九州のラーメンの付け合わせといえば高菜。なのでこれ高菜買いました。大分の味ってこちらは書いています。大分の味の高菜です。明太味って書いてる。楽しみです。これもはい、こんな感じでいっぱい買ってきたんですけど、スタキセンのねスタッフさんで熊本出身の方がいるんですよ。で両親が見に来てくれたらしく、お土産をくれました。ロンリューっていうスタッフさんのおすすめの熊本のラーメンをいただきました。イエーイ。九州ラーメン大好きなんですよ。なのでちょっと九州ラーメンも増えて嬉しいです。ということで私の美味しそうだなって思って買ったものがいっぱいここに並んでます。いっぱい買ってきました。皆さん気になるのありましたか？プリンどら焼きとか買ってる人もいたりとか、なんか珍しい商品がいろいろあるんだなって思いました。大分ね温泉けど疲れなかったのでまたいつか行きたいなと思います。でね、お家に帰ってから発覚したことが一個あって、私人生で一回だけちっちゃい頃に大分行って四国巡りしたことは覚えてたんですけど、あとハーモニーランドに連れてってもらったっていうのは写真とかで覚えてたんですけど、木島高原にも一度行ったことあるみたいで、それも20年前ぐらい 4,5 歳の頃に行っていたらしいです。だから人生で2回目の実は木島高原でした。まさか知らん、全然記憶いなくて、そう九州のいとこのお母さんが教えてくれて行ったんだよって初めて知りました。ジェットコースター乗ったりとか、木製のとってもなんか楽しそうなね、アトラクションがいっぱいあったの。1回転するジェットコースターとか、こうやって落ちるよりもヒュンって回るの方が好きだったりするので、めっちゃ乗りたかったの。あと他にもさ、なんか観覧車も座るところにもかっこいいがなくて、普通の椅子、足がブランブランした状態でもこうやって回っていく観覧車とか、あとなんか命綱みたいにつけて、何バンジージャンプみたいな感じのことをするアトラクションみたいなのもあったりとか、すごいいっぱいあって楽しそうだったので、いつかまた行けたらいいなと思います。ということで大分、そう1泊2日でちょっと滞在時間短かったんですけれど、結構楽しむことができました。これはねもうこの後ちょっとずつ食べて大分をさらに楽しみたいと思います。それでは皆さん今週も見てくださりありがとうございました。また次回ぜひご覧ください。それではバイバーイ。